じゃあ後半ね、はい、まあ幸せになるためにどういう伝え方をしたらいいのか、うん、まあこれは伝え方っていうよりもまあコミュニケーションっていうふうに言ったらいいと思うよね、うんうんうん、まずはしつこいけど要注意特定人物相手には無理だということ、うんうん、そして次要注意特定人物でない人が相手の時、うん、目的をまず決める、はいね、目的は3つ、はい、これ前半で言ってるんでね、うんうん、だからまあ例えば静香ちゃんのこれカウンセリングなんで、はい、今の悩みを解決するのが僕の役割だから、うんうんうんあの YouTube ね、はいうん、もちろんまず目的は、はい、あの YouTube 聞いてくれてる人を助ける、はい、ということを自分の中で文字にして、はい、明確にする、うん、それでその文字を見ながら、はい、あの、うん、まあ喋ったり、はい、内容を考えたりするっていう目的を決めるということね、はいうんでまあ、今の感じで、うんまあ、例えば、毒親育ちのための、うん、なんだっけ競馬教室だったっけ、はい、心を癒やす競馬教室だっけ、はいうん、あれいいと思うよね、はいまあ、時には、1日3回の分を、はいはい、その競馬の記事にしたり、うん、そしてあの1本目と2本目を、うんはい、その毒や育ちの人に、はいまあ、役に立つようなことを話して、うん、その内容と関連して、はい、その競馬っていうことと結びつけて話す、はいうん、まああのまあ、僕が聞いた限りあの、はい、無理やり結びつけてる感もそんなにないんで、はい、あれって無理やり結びつけちゃダメなんよね。なんか自然と、うん、分かるよね。はいうん、なんでかって言ったら静香ちゃんが、はい、その毒親育ちの問題を、はい、その解決するカウンセリングを受ける過程として、はい、その波動が下がってるわけやから、はい、毒親育ちの人っていうのは、はい、波動を上げる手段として。はい競馬を使ったっていうことなんだから、うんうん、そうするとまああの感情好きとかそういう感情が出てきたり、うん、嬉しいとかやったとか、うん、優しいとかね可愛いとか、うん、そういう感情が出てきて心がその凍った心が溶けてきた、うんはい、ねそういう自然な流れがあるんで、うん、まあ YouTube も、うん、無理やり絶対競馬に結びつけるっていうような無理なことはしてないから、うんはい、まあ非常にいいなって思ってるよね、はいはい、今の形でいいんじゃないかなって思ってる、はいはいうん、であのもう一つ言えば、はい、あのこポイントがちょっと分かりにくいかなと、うんまあ、まずその前に、はいまあ、目的を設定して、はいまあ、自分の経験、うんはいとカウンセラーという仕事で、うんはい、その人を助けるために YouTube 配信していくわけじゃない、はい、そのために朝昼晩、はい、今1分前後ね、うんはい、1分前後、はい、1分にこだわる必要がない、はい、1分前後、はい、これ何かというとねこれ1分というので一、うん、つまとまってなきゃいけないよ、はい、わかる、はい3つつながってても、はい、その3本がつながってたにしても、うんうん、1本だけ聞いても、うんはい、役に立たなきゃいけない、はい、もうね3本聞いてもらうという前提ではね、うんはいはい、ダメなんよ、はい、わかる、はいね、だから1本、うんね、今日この3本続いてるんやけど、うん、1本目で人を助けるために何を話すか、はい、2本目で人を助けるために何を話すか、うん、3本目で人を助けるために何を話すか、うん、そして1本2本3本続けて聞いてもらったら何ね、うん、何を助けることができるかという自分の中でイメージを持たなきゃいけない、はい、わかる、はい、1本ずつでも人を助けるという内容を考える、うん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 、そして3本続けてみたらさらに人が助かるというまずイメージやね、はいうん、それとやっぱりねあの
ちゃんと1分前後の動画の最初と最後、はい、特にねあの最後がちゃんとこう終わってるっていうことだから、始まってると終わってるっていうことをちゃんと単語で使わなきゃいけないね。わかる、はい、聞いたら、初めて聞いた人が1分で話が始まって終わってる、そして続くっていうことがちゃんと単語で分からなきゃいけないね。はい、分かる、はい、言ってること分かるよね、はい、うん、始まりますよって、はい、終わりました、はい、続きますっていうね、はい、1本目の場合はね、はい、で2本目も続きですよ、続き始まりますよ、終わりました、また続きます、うん、3本目ね、2本目の続きですよ、終わりましたよ、続けて聞いてみてくださいっていうね、わかるよね、はい、うん、そしてこれを聞くと、しずかちゃんのその日のこの YouTube を聞くと、うん、何がどうなるのか、はいはいはい、うん、わかる、はい、うん、例えば優しい気持ちになりますよっていうつもりで話をしてるんだったら、優しい気持ちになりますよって、うんうんうん、ね、先生に教えてもらって私すごく役に立ったって思ってるんだったら、うん、その自分の心の中の思いを喋らなきゃいけないよね、はい、わかる、はい、うん、聞いたらどうなるのか、その目的は自分で設定するじゃない、うん、視聴者が聞きたいことはこれ聞いたらどうなるんだっていうことね、わかる、はい、それを言葉にしなきゃいけない。それはどこで、うん、それはもう1本目全てで、1本目でも最初なのか、もちろん最初、うん、最初最初、はい、うん、ね、今日の話を聞いてくれたら、はい、こういう風になると思いますって、うん、わかる、はい、今日の話を聞いてくれたら、うん、ね、私がすごく先生から教えてもらってためになったなと思ったんで、うん、あなたの役にも立つと思いますって始めてもいいし、うん、今日の話を聞いてくれたら、ね、好きっていう気持ちがなんとなくわかると思いますとか、うんうん、はい、今日のお話を聞いてくれたら、ワクワクした気分になると思いますとか、今日の話を聞いてくれたら私と一緒かもって思えるかもしれませんとか、わ、うんうん、はい、かる、はい、それは朝昼晩一緒でもいいし、そう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 、別々でもそう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 、うん、わかるよね、はい、うん、わかった、はい、まあ本当は理想は1本目はどうなって、2本目どうなって、うん、3本目どうなって、うん、1本2本3本続けて聞くとどうなるよっていうのが一番の理想やけど、うんうん、はい、それが難しかったら、はい、1本目も一緒、2本目も一緒、3本目も一緒、うん、3本まとめて聞いてもらったらさらにっていうのから練習始めてもいいよね、うん、はい、うん、でも練習する時っていうのは、はい、その理想を置いて、うんうん、その前段階を改良するっていう形をしないと、はいはい、その前段階に集中していくと、うんうん、もうそこで止まってしまうよね、わ、うん、かる、はい、うん、だから3本配信するっていうメリットは、ね、だって3本あれ3分にした方がさ、うん、ある意味聞いてる人は楽かもしれないじゃん、うん、うん、ということは3本に分けて話をするっていうことは、うん、視聴者にメリットがないといけないわけじゃない、うん、はい、だからやっぱりそのメリットも、はい、例えば、静香ちゃんが言ってたかな、1分動画に挑戦していますとか言ってる人とかもいるんよね、うん、それが悪くはないんだけど、うん、もし僕だったら、うん、視聴者ね、忙しいあなたが手軽に聞けるように1分動画に挑戦していますっていう、その多分ね、その気持ちあるんよ、うん、それ何人かの人が言ってるんで、うん、そのもっとね、そのね、思いをね、はい、言葉にしなきゃいけないの、はい、やっぱりね、1分だから言葉をこう捨ててしまおうとするよね、はいはい、そうじゃなくって言葉の密度を増やさなきゃいけないわ、わかる、はい、
そしてやっぱりそのもうそこまで言わないとわからない、うん、伝わらないっていうのが人間だっていうことを、うん、今日ここでわからないといけないね。はい。うん。視聴者として静香ちゃんの YouTube 聞いてる限り、うんうん、言葉が足りない。言葉が足りないから静香ちゃんの思いと経験が伝わらない、うん、自分が視聴者さんにどういう思いを持ってるのかっていうことを自分の潜在意識から意識からどっちもね引っ張り出して、そして言葉にしないといけないわ、はい、さっきみたいにね、はい、1分動画にチャレンジしてます、はい、それは聞いてる方からすれば、うん、あなたのために1分動画にチャレンジしてるの、うんうんうん、でも僕は違うと思うの、はい、ね、うん、最初3分ってやってたじゃない、はい、やってました。であれ僕が提案してるの、はい、僕の生徒さんには、はい、1分にって、はい、実際ねこれ YouTube の、うん、そのアルゴリズムのこととかを考えたら、はい、今 YouTube のアルゴリズムっていうのは、うん、その視聴時間っていうのを非常に重視してるんで、ある程度長い方がいいというのね、うんうんはい、でじゃあなぜ1分にしてるかっていうのを僕提案したかっていうと、うん、まあ、僕がその生徒さんたちのを、まあ、毎日聞いててね、うん、聞く立場じゃない、はい、3分結構長いんよね、うん、結構大変なんよ、うんうん、もうちょっと短い方がいいなってうん、うんうんうん、だったらもう分けてくれてもいいのになとかね、うんうんうん、もう1回でってなってくるともうなんかねちょっと今日めんどくさいなとか、うん、うん、そんな感じ、うん、うん、だからまあ一個ずつ中身のあるものにすれば、まあ1分だけでも聞いてくれる、それは聞いたら役に立つからっていう内容を作ればね、うん、そういう意味で僕は提案を生徒さんにしてるんよね、はい、これ静香ちゃんにもそうや、はい、ね、でそれはその視聴者さんのためになるからそうしてるんであって、うん、それをその作り手の方が、はい、僕の生徒さんたちはもしかして、うん、若干一生懸命なりすぎて分かってるかなと、忘れてないかなと、分かるよね、はい、うん、だって人を助けるための YouTube だったら、うん、視聴者のためにっていうことになるわけじゃない、はい、そうだよね、はい、うん、そしたら視聴者のために一番いい時間はとか、うん、配信の時間帯はとか、うん、内容はとか、うん、でこの1分の内容で、うん、なんか中身ないなって思ったら、うん、もっと中身を濃くするか、うん、1分ではこれはまとまらないと思ったら1分30秒とか2分にすべきなんよね、うん、うんうんうん、理想が1分で中身のいいものにしなきゃいけない、はい、うんうん、だけど1分で伝わらないんであれば、うん、2分の動画を流すべき、うんうんうん、だから僕のアドバイスに忠実になるんじゃなくって、うん、ね、意味を分からなきゃいけないね、うんうんうん、視聴者を助けるために、うん、ね、1分というのの1日3回というのを基本にしてるんだっていうことね、はいはい、うん、これが、まあ、あんまり YouTube の話ばっかりしてる、これってね YouTube の話だけじゃないのね、うん、結局ね人に何かを伝える時ってね、うん、まあ、大体ね何言ってるか分かんない、うん、これ静香ちゃんのことを言ってるんじゃないの、うん、プライベートでも人に何かを伝えようと思ってる人で不得意な人って大体そもそも何を言ってるのかが分かんない、うん、ね、結論から先に言ってって僕なんか思うよね、うん、はいはいはい、
先生聞いてくださいって、はい、はいはいって、うん、実はですね昨日、うん、こんなことがあって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 って言って、まあ、大体ほらカウンセリングって30分とか1時間じゃない、はいはい、今日は1時間でお願いしますって来ると、うんまあ、大体あの30分ぐらい、はい、あの日記のように喋っていくんよね、うんうんうん、それって分かってもらって何か変わるやろうかっていうことなんよね、うんうん、だから伝える、ね、人を助けるために伝える、はい、お願いするために伝える、うん、分かってもらうために伝える、うん、これ全部結論から先に言うってことよね、うんうんうん、結論から先、はい、ね、まあ、例えば YouTube の結論は役に立つ、どういうふうに役に立つっていうことが結論よね、うんうん、例えば、職場で、うん、何かコミュニケーション最近取ったことない、何か話したことない、まあ、常に、まあうん、患者さんとはコミュニケーションというか、うんうん、指導とかはしてますね、うん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 、はい、その時っていうのは結論から先に言うようにしてる、言う意識できてる時と、うん、していない時があるので、うん、まあ大半はしてなかったなって思いました、うん、でもっと言えば、はい、あのそれって仕事やからやりやすいよね、はい、YouTube も仕事やからやりやすいよ、はい、これプライベートの時って本当にできてない人が多いよね、そうですね、あ、うん、仕事以外は意識してなかったです、うんうん、あのプライベートの方が特に、はい、確かに、あの結論から先に言わないと、本当ですね、うん、例えばお願いするときはさ、はい、ごめんこうしてほしいんだけど、うん、で理由を話していいって後から聞けばいいわけじゃない、うんうんうん、まあ、大概の人が実はさこんなことあってさ、はい、こんなことあってさ、はい、こんなことあってずっと聞いてて、うん、でお願いなんやけどって お願いかいって確かに聞いてほしいんじゃないんかいって、うん、私にお願いかいってなるよね、はい、いやそれやったら最初からお願いって言ってくれれば、はい、それとかも、もんなんか教えてとか、うん、はい、ね、はい、そこだよね、確かにそうですね、うん、あの大体こうなんていうかな、状況説明とかあるじゃない、はい、それあんまりいらないよね、うん、そうです、本当ですね、うん、私仕事の時はもちろん、うん、あの上司に言う時も、うん、結論から言うけど、うんうん、そういえば、うん、プライベートで考えたことなかったです、うん、まあ、例えばこの前、火葬場券最近当たってるじゃない、はい、で、まあ、ちょっと覚えてないからちょっと言うんだけど、はい、例えばあれ、はい、火葬場券当たった時ね、はい、最初の一言目で、はい、なんて言ってんの、相手に聞いてますね、うん、え、なんて、あなたどうでしたかって、どうでしたか、いや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 、あのやってないから、そうですね、うん、買った人は当たりましたかとかって最初に聞いてます、うん、あのね、もう一つ大事なことっていうのは、うん、はい、相手を想像する力やね、はい、いや、 やってないから、うんうん、やれるわけないじゃん、だって、うんうんうん、あの競馬を今から始めませんか、はい、って言ってんのに、はい、相手が仮想馬券なんか買ってるわけないじゃん、はい、言ってることわかる、はい、ねえ、それやったら当たりました、はい、とかね、はい、わかる、はい、うん、それを今日の何々何々当たりましたって言うよ、うん、タイガーの人が、そうですね、今日の何々、うん、あのどうでしたかっていうのはもうはっきり言って論外ないよ、はい、うん、だけどほとんどの人が結果から言ってくださいって言ったら、今日の中山の何々何々、はい、何々当たりました、いや、それ状況説明後でいいよねっていうこと、うん、結論から先、当たりました、はい、だから聞いてる人は何がってなるんでしょ、心が向くでしょ、はい、ね、だから結論から言うっていうことは相手の心をこっちに向いてもらうっていうことにもなる、うん、一番大事なことをまず言うっていうことね、うんうん、だからさっきそのこの1分を聞いてもらったらどうなりますよっていうことから言えって言ったけど、うん、はい、ね、それは一応基本であって、うん、まず心を動かしてもらうことが先なんで、うん、当たりました、はい、あなたもこの、うん、ね、うん、動画聞いてくれたら
ワクワクするかもしれません、うん、これで OK でしょ、うん、はい、何が当たったかというと、うん、ってなってくる、うん、わかるよね、うん、でなんで私がこんなことしてるかというと、うん、って何も楽しいことなかったんですね。 YouTube、 その時の話の YouTube ありますから聞いてください、リンク貼ってますとか、ブログね、うん、貼ってますって言えばいいわけでしょ、はい、言ってることわかる、はい、うん、それとか号外で話してますとか、うんうん、うん、だからそうだね、あの他との関連性というのももう少し考えた方がいいかなっていうね、他の YouTube とか他の、うん、まあ、特に、まあ、YouTube 聞いてる人にブログを読ませるっていうのは、うん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 、あの極力しない方がいいかな、うん、うん、やっぱり YouTube を聞いてる人は YouTube をまた聞いてもらうっていう感じで、はいはい、まあ、どうしても必要な時は、はい、あのブログでもいいんやけど、うん、うん、大体分かったかな、はい、うん、あの YouTube 聞いてる人もね、あの絶対人間関係不得意なのよ、うんうん、ね、それは多分 ね、 あのね、人間関係不得意な人ってね、コミュニケーションが不得意なんよ、はい、っていうか話が下手くそなんよ、はい、話が下手くその典型的な例、最後にね、はい、話が長い、うん、うん、ただ話が長いじゃないの、うん、うん、結論を先に言わないから何を言ってるかがわからないから長く感じる、うん、言ってることわかる、はい、はい、うん、だからそこを特に気をつけた方がいいかなって、うん、これね、あの YouTuber って男の人多いじゃない、はい、わかる、はい、女の人少ないじゃない、はい、なんでかというと女の人って、うん、あの分かってもらえない人生を歩んでるんで、承認欲求の塊になってるんよ、 YouTube もプライベートもそれよりも承認欲求の塊になると自然現象としてどうなるかっていうと、状況説明、もう丸ごと自分のことを分かってほしいというふうに自然になってしまう。だから女の人っていうのは少しトレーニングしないと、はい、状況説明っていうことが出てきて、これ、うん、女性同士でも人の状況説明であって、たりとかいうのはもう、あのはっきり言ってだるいんよね、わ、うん、かるよね、はい、うん、だからそこはやっぱりトレーニングということになってくるんじゃないかなって思うんで、はい、うん、そこを気をつけてやっていけばいいんじゃないでしょうか、はい、うん、なんかわからないことない？やってみます、うん、ね、はい、あの非常に以前よりもすごく良くなってるんで、はい、今日言ったことをまた参考にして改良して、はいはい、で定期的にこういうふうに相談してくれたらいいんじゃないかなと思うんで、はいはい、頑張ってね、はいはい、ありがとうございます。はい。